おはようございます。はい、おはようございます。お二人ともなんか朝から元気みたいだね。うん、今お布団の上で戦っておりました。戦ったり。ぽんちゃん、ぽんちゃん危険だ。後ろから攻めてきてるよ。はい、ぽんちゃん。はい、ぽんちゃん。はい、あ、はや。朝はいっぱい甘えるにゃんね。ぽんちゃん、ひなたぼっく。ちゃんくんはカリ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 ってカリカリしてる。ジャン君、なんか美味しいっすか？ジャン君、少し遊んだりして体を動かしてみるっていうのはどうかな？うん、遊ばす。あんまり食いついてくれないことも多いんだけどね。ちょろっとはね。なるべくちょっと思いついたら遊びに誘ってみよう。うん。で、遊んだとすぐトイレ行きそうな気はするけど。はい、またトイレかな。トイレ掃除したんだけど、もう何回か入っちゃった。ジャン君、ジャン君。ポンちゃん、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 ポンちゃんと、そしてジャン君に、ジャン君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 、こんなのもらったよ。私がもらって、ジャン君とジャンポンお年玉いただいちゃったよ。最近ね、ちょっとジャン君を遊ばせてみようというふうに思っているので、遊ばせないとね、あ、伸びてる。これは何でしょうか？これはね、カミカミするやつだって。おもちゃ、歯磨きにもなるおもちゃ。噛むとあの歯磨きになるってやつかな。またたびに、またたびなのか、なんかテープじゃなくて、なんだっけ、紐がぐるぐるってなってたり、この脇のところがこうなんか、あ、ほ、あ、クンクン、クンクン、あ、ま、ここがマタタビの枝なのかな。クンクン、あ、なんか来た。はい、あ、ジャン君、どう？さあ、これで、は、どう？体を動かそう。ジャン君、ジャン君、どうかな。あ、またたびの実と、これ巻いてある中が枝がそうなんだね。あ、ペロペロしています。どうすか、これ。耳みたいですけど。どうしか、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 ペロペロしています。いい、はい、どうぞ。ぽんちゃん、ぽんちゃんにもあるよ。力持っていきましょうか。はい、どうぞ。どうしか、ぽんちゃん。噛んでいます。ジャン君が噛んでいます。いい感じです。あ、いいですね。噛んでます、噛んでます。ガシガシ、いいね、ジャン君。いいですね。お、いいですね、いいですね。ちゃんと噛んでて、いいですね。ポンちゃんも噛んでね。大成功。では、これも開けてみましょう。こっちはおもちゃですね。これに夢中になってるから遊ばないと思うけど、ね。そうだよね。よいしょ。何ってなった？音がした、音がした。あれ、でもやっぱりそっち、そっちに夢中なの、ジャン君。よっ、はい、おー、取れた。
興奮して、はい、あれこれ探してる、これ、うん、あとはちゃんくん、カミカミする方に夢中。はい、プレゼントお年玉ありがとうございます。いただきました。ジャン君には運動させてみたら膀胱炎が治るかもしれないという全くどこからも根拠がないんですがそんな気がするのでやってみます。